サイコワン水道、静止ワン水道、反対アザ中国語、サイコワン水道、またはサイコワントンネルは台湾高尾市、鈴見山区にある防空壕跡と人道トンネル。ことぶき山を貫いて国立中山大学と公明制を結んでいる。本校ではトンネルに併設された防空壕跡についても併記する。日本統治時代の台湾で、 高尾州高尾市の最古案には海水浴場が1916年に開業していたが利用客はことぶ吹山の山道を上り下りするなど不便を強いられていた。市街地からことぶ吹山を貫きトンネルを敷設する計画は1920年に浮上している。港町で国立公園設立のために1926年計画が進展した。 1927年6月17日に記公式が行われ、台湾で創業した日系建設業の運の組の施行により2ヶ月後の8月29日に貫通した。1928年10月にトンネルが観光、1933年に正式供用。最高安観光の利便性は飛躍的に向上し、飲食店や宿泊業が賑わった。 高尾州知事の大田五一によりことぶき参道と命名された。多くの文献では、運野組創業者の運野三次郎が建設中にも深く関わっているとされるが、三次郎は50歳を迎えた1916年に家業を無雇用紙の利策に譲っているため、着工後の関与は多くない。1949年、台湾省政府交通所は、 高尾港からの危険物輸送で安全確保のために、最古湾に専用塔を建設し、合わせて高尾港駅から縦貫線を1 8トル延伸する構想を検討した。しかし当時の車両寸法が大きすぎたため断念している。1963年4月25日に、換気施設や照明などを一新する修復工事が完了した。 1980年、トンネル西側にあった西湖湾動物園が閉鎖され、跡地は国立中山大学のキャンパスとなる。動物園は1986年に琴吹山の反対側に移転し、琴吹山動物園となった。1990年、市政府はトンネル修復に着手。2004年、高雄市政府はトンネル及び付帯する防空壕を歴史建築に指定。 2008年と2010年に中山大学によりで入り口にベンチ増設などの景観改善工事がなされている。全長260メートル、幅6メートル、高さ3.6メートル。内部は全部、中間部、後部の3つの区画で構成されており、出入後部はコンクリート素材のアーチ形状。事前に軍部の意見聴取が行われ、意義がなく着工に至った。 トンネルを含む当時の道路計画は以下の通りだった。第二次世界大戦中はトンネル北側に防空壕が拡張された。1944年5月26日、大日本帝国海軍が米軍の空襲に備え作戦式機能も備えた長さ9.5メートルのコンクリート製防空壕を完成させている。トンネル本体を含めて、 約2150人が収容でき、電気と水道も利用可能で、リビング、バスルームも備えられていた。1950年以降は、朝鮮軍島でミグ戦闘機が墜落するなどで、対人民解放軍で劣勢となり、防空壕は国民政府による台湾本土防衛の施設となった。1950年から1953年の、 間に3093人を収容できる規模の防空壕へと改築され、1955年時点で総延長は1000メートルとなっていた。その後も1958年、1967年、1972年と3度にわたって拡張が続けられた。2017年11月11日、トンネル脇にある戦前の防空壕部分が初めて公開された。 ありがとうございます。